こんにちは、今日はですね、Notion 6の、セットアップについて、簡単な説明をしたいと思います。Notion 6を使っている方はもう分かっていると思うんですけど、立ち上げるとこのような画面があって、で右の方には、あらかじめね、テンプレートが用意されていて、そのテンプレートを選ぶとそれに応用した譜面が作成できるようになっているんですけども、自分で一から作成したい場合はこの左側の、新規作成を選んでいただく、するとすでに、ノーション音源ですね、インストールしたときに、音源ファイルを、ダウンロード、一度ダウンロードしていればこのように、使える楽器が、たくさんあるんで、その中から直接、選んでもらうとその、譜表がすでに出てきています。木管楽器からピッコロを選んでみましょう。すると、このようにですね、出てきます。でどんどんね、突き出していきましょう。はい、フルート、オーボエ、クライネットという順番にね、だいたいそのオーケストラの編成譜を、作る場合はだいたいその順番が決まってるんですよね。はい、だいたいこんなもんかな。ちょっと拡大してみると、分かるんですけども、ノーション音源を選んだ場合は、このように、あらかじめその楽器に応じた音符記号が、ついてきます。主に高音の楽器は、トーン記号、低音の楽器は平音記号がつくようになっています。はい、それでは、金管パートからホルン、トランペット、そして、トロンボーン、これ UFO にはありますけどね、つけておきましょうか。そしてチューバー、チューバーですね、このように、いろいろと、突き出していくことができるわけです。で突き出すとそれがそのまま、譜面として反映されるもんね。次は、ドラムのセクションから、ドラムセットでもいいんですけど、そうですね、ここはスネア、ドラム、そして、バスドラムとクラッシュシンバル、譜表と譜表の間ですね、そこから間に、楽器を追加することもできます。そのやり方をしますと、この動かしてみるとその譜表と譜表の間に、このプラス記号がありますから、それをプラス記号を選んでいただいて、木管セクションから、アルトサックスでも加えましょうか。アルトサックス加えましょうね。はい、このように、編成を、変えることができます。それでは、次は、金管セクションから、ワグナーチューバ、これね珍しい楽器ですけど、ちょっとこれを加えてみました。はい、ノーション楽器で、楽器を加えたものに関しては、このようにですね、自動的に、楽器のセクションごとに、大括弧が、配されるのが便利ですね。必要のない楽器を削除することもできますし、もちろん、パートの位置を、変えることもできます。はい、例えばですね、クラリネットの位置が、気に入らないなと思ったらドラッグして位置を変えることができます。一度セットアップを終了しましょう。完成した譜表はですね、このように縦方向に、並んで配置されます。これデフォルトの状態だとこうなっているので、これが、変えたい場合は、表示から、横方向ですとこのように、左から右に沿ってずっと、並んでいくっていう感じですね。で私の場合は、この連続を選んで入力していきます。実際に、作曲作業をする場合はですね、人によって好みはあるでしょうけど、私はこの連続の方が、しやすいんで、これを選んでいます。はい、
特に私の場合は、作曲が目的であって、あの譜面をね綺麗に、清書して印刷するのが目的じゃないんでね、はい。まあ、このあたりは人によって、好みが分かれるところだと思います。ちょっともうちょっと、ショットアップで、弦楽器群、を付け足していきましょうか、はい。まあ、オーケストラの奏譜となるとやっぱり、バイオリンセクション、ね、第一バイオリン、第二バイオリン、そして、ビオラのセクション、でチェロのセクション、そして、まあ、コントラバス、これで、まあオーケストラの、奏譜が完成しました。まあ、本当はですね、本当は金管楽器、木管楽器それぞれね、もっとパートは多くなると思います。画面右上のミキサーを、起動してみましょう。編成した、楽器すべてが、チャンネル設定されているんですけども、ちょっとここで気になるのが、上のワーグナーチューバーに変な印がついてるんですけど、これはですね、この楽器は使えないっていう印なんですよね。改めて、セットアップを起動しますと、まあ、最初、この楽器からね、まあ、セレクトして選ぶんですけども、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、文字の濃さが違いますよね。濃い方が、使える楽器で、薄いのは使えない楽器なんですよ。つまりですね、一般的な楽器は使えるんですけども、フリューゲルホルンとかクルネットとか、それとか、まあ、このトランペットのジャズとかね、あとこういうホルンセクションとかトランペットセクション、トロンボンセクション、まあ、アンサンブル系ですね。あとジャズ系のトロンボーンとバストロンボーンかですか、これらは使えないんですよね、はい。サックスについてもですね、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンの、サックスフォンもあるんですけども、ソプラニーノの、サックスと、コントラバスサックスは使えない、はい。まあ、あとね、ジャズ系のサックスはソプラノ、アルト、テナー、バリトン全て使えないってことになってます、はい。まあ、ちょっとね、このあたり、まあ、本当は色分けしてくれると分かりやすいんですけど、使えない音色に関してはですね、ヘルプから、エキスパーション、サウンドの項を選んでいただきまして、そこから、まあ、直接サイトから購入するしかないんですよね。まあ、必要なサウンドだけ選べばいいんで、この一番左の、まあ、バンドルパックオールっていうね、まあ、よく3万4000円するんですけど、それは選ぶことはないと思うんですけど、まあ、例えば各楽器の、さっきですと、金管楽器ですと、ワーグナーチューバーっていうのがありましたよね。それはこっちの、ブラスの方、この中に、収められている、ブラスバンドルっていうのの中に収められているわけです、はい。このブラスの、バンドルを見ると、アルト、トロンボン、バス、トランペット、あとコルネットにフルーゲルホルンにピッコロ、トランペット、あ、ソプラノトランペットっていうのもあるね。で、して一番下にワーグナーチューバっていうのがありますよね。で、各楽器ごとに1698円、まあ、お金を払って楽器を買いましょうってことなんですよね。ですから、まあ、本当にね、あ、この楽器は必要だっていう時だけ、すればいいと思います。まあ、吹奏楽なんかはね、このブラスバンドさえ買えば、まあ、スザホンはないですけど、これを買えばこと足りるんじゃないでしょうかね。あとね、弦楽器、ストリングス系なんですけど、こちらの方は、楽器はね、ノーション6で、全て使える状態にあるんですけども、まあ、テクニックですね、テクニックバンドルというのがあって、まあ、アーティキュレーションなどの細かいね、奏法なんかを染められた、ものは、別売りになってるんでね、で、このストリングス、テクニックバンドルっていうのを、買う必要があるということです。はい。まあ、バイオリンの、セクションの、テクニック、ビオラセクションのテクニック、チェロセクションのテクニック、そしてダブルベース、ね、バスセクションのテクニックと、それぞれ分けられています。まあ、全部合計すると4530円か、そのくらい価格かかっちゃいますね。まあ、ノーション楽器で、注意すべき
点はこんなところでしょうかね。それではですね、別売りの、他の、他社の音源を使う場合ですね、VST 音源を使うんですけど、私はあの、他社の音源で、オーケストラサイトと、ソリエディスオブプラグというのを使ってるんですけど、まあ、そのいずれにしても、ノーション6で使うためにはこの、ワークステーションというのを、まず起動させて、そこから、呼び込んで使うことになります。はいはい、ワークステーションが起動しました。でこの中から、そうですね、この一番上の方をクリックしてもらってですね、でそこにある、各音源の、バンクを直接読み込むという形を取ります。こちらはオーケストラサイトで、もう一つが、クワイア音源で、これがあのソリエティス・オブ・プラグという、まあソロのね、ソプラノ歌手とか、そういうのが入った、音源ですね。クワイア音源になります。はい、国際標準コードだったかな、それで歌詞を入力して歌わせることができる音源ですね。はい、それでは、実際に、オーケストラサイトから、木管楽器のピッコロをですね、選んで、譜表に配置したいと思います。はい、はい、あのもうこのピッコロを開いた時点でもうその譜面の方には、はい、一番上の方にね、もうすでにあのワークステーションを、ね、開いた時点でもうその譜表に配置されている状態で、で後からいつでもその楽器は変えられる状態なんで、ここですね、ワークステーション、指輪ワークステーションって書いてますね。ここにもうすでにピッコロの音が入っています。で譜表に表示されるネームを変更しましょう。UVI ワークステーションのままじゃね、後になってあこれ何の音だっけって分からなくなったら困るんで、ネームの変更の仕方はね、一番左の、ギアのマークですね、あれをクリックしていただくとこれが開くんでね、略称の方もピックでいいかな、で変更が終わったら OK で、はい、ピッコロに変わりました。そうですね、ノーション楽器の方も、略称はねあらかじめ決められてセッティングされてると思うんですけど、どうかな、あちょっと私の書き方と違うな略称が、私はね、VS って書いちゃうんでね、第1バイオリンなら VS1、 第2バイオリンなら VS2 って書きますから、ちょっと変えておきますね、自分の好みに合わせてね、こういうのも、自分の見やすいようにね変えておけばいいんじゃないでしょうか。好みによりますよね。ビオラなら、VA、チェロならば VC、全ての設定が終わったら、もうあとはもう入力するだけです。右クリックするとこのように、パレットが出てきますので、それか一番上のカテゴリーの、ウィンドウからパレットの表示を選んでいくのがいいと思います。はい、これでいつでももう入力できるんですけど、セットアップはね、本当セットアップはまだこれからなんですよね。ミキサーを開いていただいて、このミキサーを開いていただくと、各楽器、インストゥルメントごとに、ボリュームとあと定位を、指定できるんですけども、これは最初にやる必要もないんですけども、最初にやっておいた方が楽なことは確かです。はい、ちょっとこのバーをね下げてるんですけど、このノーション楽器の方で下げる必要があるのかちょっとわからないんですけども、少なくともオーケストラサイトでは、こうやって音量をねあらかじめ下げておかないと、たくさんの楽器が鳴った時にね、音がねすごい割れちゃうんですよね。簡単に0デシベル振り切っちゃうんで、で音の歪みとかできてしまうんで、音を下げておく。あとそうですね、こうやって、高音の楽器、ピッコロ、フルートなどにね、こうやって左側にから音が聞こえるように、定位を設定しておきます。はい、このね、定位の設定でもねちょっとなかなか難しいところがあってね、木管に関してはこのように順番にね、フルートやピッコロ、クラリネットあたりは左側で、オーボエとかあとファゴット、バスンですね、それは右側の方に配置していけばいいんですけど、
あまり極端に早くしすぎてもちょっとあのいけないんですよね。でこの定位の幅なんですけど、これは、奥行き感、そういうのもちょっと表現できるんで、例えばこの、定位の幅を広げれば広げるほど、うん、後ろ側から聞こえてくるような雰囲気、まあ、指揮者の立場かな、そこで、問題となってくるのが、まあ、金管楽器なんですよね。まあ、金管楽器もね、まあ、ホルンから、左に配置されている、楽器なんで、まあ、いいんですけども、例えばホルンはこれは左側に配置していいんですけども、ちょっとこれが難しくて、まあ、ここではパートを一つしか取ってないんで、あえて左に配置していますしますけども、編成によってはね、左から順番にフォース、サード、セカンド、ファーストっていう具合にね、真ん中に向かって高い、パートがね、担当していることがあるんで、それでちょっと、金管のパートについては、定位の仕方が難しいってことですね。またそのホルンはですね、ベルがね、左に向かって伸びてるんで、左側に配置してある楽器なんだけど、響きは右からも聞こえてくるような、そんなような楽器なんでね、だからまあ後からね、こういった、定位の定位っていうのは後からでもその調整しながら、やっていくのがベターなんじゃないかと思います。トランペットもね、例えば今左の方に配置していますけど、まあ、サードと、セカンド、まあ、フォースかセカンド、あ、フォースかサードかは左側で、セカンドファーストは、ちょっと若干右側にっていう感じにした方が、いいんじゃないでしょうか。あと、幅を広げない楽器っていうのは、例えばソロで、特にソロで、綺麗に流したいなっていう楽器も、あまり幅を広げない方がいいですね。その方が明瞭な音がしますんで、はい、まあ、こんなところでしょうかね。他者音源のインストルメントに関しては、まあ、楽器名を選ぶとこのように楽器が表示されますけども、まあ、ノーション楽器に関しては出てきません、はい、それと違いがありますね、であと、まあ、このミキサー自体に、イコライザーやらコンプレッサーやらリバーブやらいろいろ設定できるようになっています、はい。最後に、このワークステーションの、ね、まあ、特徴として、まあ、このワークステーション自体がマルチティンバー音源といって、いろんな音を読み込んで使用することができるんですよね。例えば、まあ、MP3 ファイルですとか、あとウェブファイル、音声ファイルを読み込みます と、例えばこれボイス系かな、うん、でこういう波形が出てます、はいはい、基本的にはこれ C の3、まあ、が基本音になってますんで、まあ、スピードとかいろいろ音程とか変えられるんですけど、うん、ですからフリーの、ね、音素材とかを使ってね、それを、音源として使用することもできますし、はい、このようにですね、あとご自分でね、楽器の演奏ができたらその楽器の音を入れて、それを、まあ、オリジナル音源として利用することも可能となっています、はい、もちろんね音階もね時代に操れるんでね、まあ、こういうシンバル系の音とかそういうのも、いろんな音が出せるようになるんで、まあ、便利なんじゃないでしょうか、はい、まあ、こういった、使い方ができますね、はい。
はい、ざっと紹介してきましたけども、ノーション6の、セットアップの仕方と、ちょっとワークステーションのね、ちょっとした使い方も、紹介させていただきました。まあね、YouTube を見てもね、日本語の解説っていうのがなかなかないんでね、もちろんあるんですけども、その説明では、及ばないような一風変わった、解説をさせていただきました。いかがだったでしょうか。私もね、それほど、上手に扱えていないんでね、まだわからないことが多いんで、とってもベタな、説明で申し訳ありませんでした。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。